おう、よく来たな。また来てくれよな。セザールよ、そなたがオレンカを攻撃したのはそなたの父ジャイワール王に何か関係があると？いかにも、私が軍を動かしたのは父の無念を晴らすため。オレンカ王は、その男は我が父ジャイワール王を殺したのだ。私がジャイワール王を？ここまで言われてまだとぼける気とは。父が殺された10日前の夜、父の部屋から出ていく貴様の姿を私はこの目ではっきりと見ているのだがな。それに父の亡骸のそばにはこれが落ちていたぞ。見よ、この羽を。貴様の冠についている羽飾りと同じものだな。しかし私はジャイワール王を殺してなどいない。断じて。見苦しい逃れはやめよう。貴様それでも一刻を預かる方か。静まれ。セザールよ、そなた、先ほどジャイワール王が殺されたのは10日前だと申したな。確かに10日前の夕刻のことです。それが確かならば、オレンカ王はそなたの父を殺した犯人ではない。それは何故です？10日前といえばオレンカの建国記念日じゃ。オレンカ王は来賓として参ったわしの相手をしておった。一日中つきっきりでな。わしの目を盗んでジャイワールへ赴き、ジャイワール王を殺害するなどと到底できることではない。故にオレンカ王はそなたの仇ではないのだ。おそらくそなたが見たというオレンカ王の姿も、何者かがオレンカ王に罪を着せるために装ったものだったのだろうな。私は騙されていたのか。父の仇に。だとしたら私はとんでもない愚か者だ。仇に踊らされ戦争を始めてしまうとは。このような騒動を引き起こしてしまった席は王、我が首を跳ねるがいい。ちょっと待てよ。セザール、お前が死んだって何の責任も取ったことにはならないだろう。そうよ。それに真犯人を突き止めてお父様の無念を晴らさなくていいの？なあ、一緒に親父さんの仇を討とうぜ。名士様、私の気持ちもこの者たちと同じです。彼を罰しても失われたものは戻ってきません。それよりも
ジャイワール王を手にかけた真犯人を突き止め、騒動の真相を明らかにすることの方がはるかに大切です。ですが、セザール殿、共にお父上の仇を探しましょう。恩義を案じる者たちの気持ちを無駄にしてはなりませんぞ。